最近どうよ、なんか YouTube 始めたじゃん、うんうん、で、 でも言ってもまあ久しぶりっちゃ久しぶりじゃんね。で会うのはね、うん、会うのはね、連絡は取ってるから全然久しぶり感はない。逆にそうか、全然久しぶり感はない。そうだね、なんかね、そう心配して電話くれたよね、うん、さあさあさあ、あの私がちょっとネットニュースになった時に、うん、ね、あの2回ぐらいネットニュースになってるから。あなたすぐネットニュースになりますよね。そうだね、本当にちょっとこの間はコロナだったけど、大丈夫大丈夫、その前はちょっと独り身になったっていう。そうそうそう、あ、それ言ってもいいのね。大丈夫大丈夫、言ってもいいのね。 その時になんか心配してね、電話くれてありがとうございます。そう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 、いやいや、とんでもないです。大丈夫って言われて、やっぱりお母さんですからね、そこに心配ですよね、どうしても。で、そのやっぱお母さんの、うん、その結婚をね、そのした時とかもそのする前から知ってるじゃないですか、だって俺は、うん、そうだね。なおさんの、うん、俺の中でのお母さんエピソードも何個あるんだけども、ちょっと1個だけここで言うと、お願いします。なおさんとね、はい、僕舞台でね、はい、一緒に共演させてもらったことあるんだけど、ゴーンジャー終わってからね。そう、終わってから、うんうんうん、なおさんって、うん、本当に僕が例えば思ってやってるわけじゃなくて気づかないでその他の人たちがおーってびっくりすることがあるらしいんですよ、どうやら。その時に奈緒さんがなぜか謝ってくれるんですよこれやばくないですか。本当にふららくんはそういうつもりで言ったわけではなくて、本当勢いがすごくて熱すぎる子なのでみたいな。そうなったね。やっぱりさ舞台のさ稽古中とかさ、役者の皆さんってやっぱもうお芝居に集中されてるからさ、うんうんうん、空気がやっぱ、まあ、ゴーンジャーの和やかな、うん、あったかいわーって元気みたいな空気とはちょっと違うじゃない、はいはいはい、舞台稽古のあの場でいつものこの感じで誰にも分け隔てなくこう尻尾振ってついていっちゃうから犬じゃねえだから誤解されちゃいがちだから、うん、あ、大丈夫ですよって言ってちょっと戸惑ってたからね皆さんがね。 そう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 、それをちょっと察知したんでちょっとフォローはしたんですけど、っていうのがね、もう本当に奈緒さんすごくね多いというか、こうやっぱそういうのもあってお母さんかなっていう。本当に5分来た、5分来た、来た、来た、来ました、奈緒さん。失礼いたします。よりの方からですね、はい、キバっていくぜグラタン。来ました。美味しそう。キバっていくぜグラタン。すごい。キバっていくぜ。かわいい。ゴーンジャーの、はい、ストロベリーです。わー、来ました。騎士感がすごい見たことある、見たことある、うん、かわいい。今期間限定でやってる全会場のメニューの、全会場のメニュー頼まれたので、はい、こちら、お2つ分ですね、こちらつきますね、うん、2枚やった、やったー、いいんですか。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。え、ポスター？ありがとうございます。開けてみようよ、開けてみようよ、うんうん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ一斉のせで見せよう。あ、いいよ。どんな人の？わかんない。いいよ。一斉のせ、ドーン。何？おお、やった、ゼンカイザーだ、俺。え、ブルーン、ブルーン。ブルーだ。そう、ブルーン。ブルーンとゼンカイザー。これ、冒険者の、うん、そう、力というか、その、そう、モチーフなのよ。はい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 。で、全開だ。すごいじゃん。やっぱ引き強くないですか。ありがとうございます。すごい。大好き、カイト。ねえ、知ってる？カイト2年連続、うん、ドンブラザーズにも出るんだよ、カイト。そうなの？そうよ。そうなの？そうよ。え？カイトもずるいだから。ここに飾っとこうよ、そしたらどう？せっかくだから飾っとこう。あ、そうだね、なんかもったいない。もったいないからこっちに。ここに2つ。飾っとこう。はい。はい。はい、多分帰る頃くらいにはもうこの部屋がもうすごいことになる。持って帰らないとね、これ私たちの私物なんでね。そう、俺そうそう、私物家から持ってきました。でも奈緒さんめちゃめちゃ持ちいいよね、このフィギュアとかもすごいよね。そうなの、ちょっとこれ後で見せたい、後で見せて、後で見せて、うん、ということで、じゃあはい、来ました、来ました、うん、嬉しい。ちょっとまだご飯はこれからちょっと来るけどね。気張っていくぜ、かわいいじゃん、超かわいいね、かわいい、冷めないうちに食べよう。いいですか、皆さん見てください。あ、出た、やっぱり朝のほら、はい、朝一でさ、長年培ったさ食レポをさ私はさ習いたいわけですよ。めちゃぶりだわ、はい、うわ、すごいすごい、美味しそう。これ崩してね、これさ、どう、全部入れちゃうかも、うん、入れちゃったんじゃない、ね、入れちゃうか、うん、ね、メイン来ました、メインが来ました。じゃあメイン来るところ、じゃあお願いします。お願いします。わーい、懐かしい、懐かしい、もう馴染みのありがとうございます。もうおなじみのって言ってくれるのか ね俺たちしか言われないから、ね、おなじみのって基本、ね、ゴーンジャーしか、そうそうそう、誰が作られたか、これはレンです。ズバリ正解。うわー、すごい、嬉しい、すごい、やってくれるんだ、こんなサービスあるんですか、こんなサービスがあるんだ、スーパー戦隊レストランって、すごい、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。ちなみに毛刈り師は知ってますか？世代なんで。あ、よかった。あら、よかった。買わないでしょう。いや、本当に。買わないね。買わないですね。ありがとうございます。いただきます。いただきます。美味しそう。うまそう。じゃあいつものあの掛け声でお願いしますよ、毛刈り師や。もちろんです。いきますよ、はい、では楽しみましょう。ルネッサンス、ルネッサンス、乾杯でおじゃる。これやりたかったんだよな。わーい、うん、嬉しい。いただきます。あー美味しい。たださ、お酒じゃないっていう。お二人ともジュースで可愛いのこれ、うん、美味しいでしょ。美味しい。美味しいでしょ。え、美味しい。これどんどん飲めちゃうじゃん。可愛いし美味しいじゃん。アイスもこれ溶かしながら飲むの。そう、フロートで。うーん、うーん、あ、美味しい。なんかアセロラっぽい感じ。あ、アセロラだったっけ、それ、うんうんうん、ストロベリーって感じだったんだっけ。あ、そうだっけ。私本当にもうほら、ね、オイルしか飲まないから。毛刈り師はね、味音痴なのよ、うん、味音痴なのよ私。味音痴なのよ。美味しい。さあ、じゃあちょっと食べたいんだけどさ、食べよう食べよう、ね、ゴーオンジャーの話をさ、ここからしていきたいんだけどさ、ゴーオンジャーの話、うん、オッケーオッケー、うん、あの男呼んでくるわ。あの男をちょっとやっぱ呼ばないと。やっぱ当時の話はあの男に聞いた方がいいでしょ。あ、そうだね、古原くんよりもあの男の方が詳しいわね。ちょっと呼んでくる、ちょっと待って、呼んでくる。普通に、はい、これで呼ぶから、はい、お願いします。あ、そうすけ、うん、あのさ、今スーパーセンターレストランにいるんだけどさ、来てくれる？あ、わかった、来てくれる。本当、うん、じゃあちょっと待って、マハで、マハで迎えに行ってくる。あ、お願いします。ちょっと迎えに行ってくる。じゃあ待ちながらちょっとこれいただいてます。はい、いただきます。あー、お腹すいたな。まだかな、ソウスケ。テレテテレンテレテレンテレン、マッハ全開ゴーレット。よー、けがらしや、久しぶりだな。あ、久しぶりでおじゃるな。おお、肉があるじゃねえか。早速いただくぜ。俺のものだ、肉は。ということで、いくぜ。いっちゃいっちゃい。見ろ、これゴーカイジャーの、これどうせマーベラスになってるの。こんなもん俺がいっちゃうぜ。いくぜ。すごい、いいね。もう、もう、めっちゃうまい。いいね。食べよ、食べよ、食べたい、はい、ということでね、うん、まあ今からね、ゴーオンジャーの話しながら、うん、ゴーオンジャーの話しながら食べたいと思います、うん、やっていきたいと思います。いただきます。いただきます。ね、何をチェンジしたの？髪型変わったの？だいぶ変わったくない？髪型見て、この白バックでしたら分かると思うけど、髪型だいぶだいぶ変わったでしょ。ねえねえ、でもさ、ほんと当時覚えてんだけど、うん、ゴーオンジャーの時さ、ソウスケさ、めちゃめちゃ頭ツンツンだったよね。でしょ。 うん、その話ちょっとしようよ。いいよ。メイクルームでさ、はいはい、ずっとスプレーやってたよね。だいたいね、うん、1時間くらいかかったよ。私よりメイクかかってんじゃん。あの髪の毛の、この、うん、でもね、そうすけど、この髪のスタイルにしたら、うん、さっき5分かかんなかったでしょ。かかんなかった。いや、もうこれなのよ、今だから。あの、ゴーオンジャー出てくるとき、今これなの。そう、もうこの髪型に、もう今なってるから、うん、だから、うん、スーパーセンター最強バトルの時も、うん、そう、この髪型で出てるから。うん、そうそう。まあ、それはなんでかって言ったら、うん、一回 G5 プリンスってあったの覚えてる？あったね。あの時に、うん、みんな結構髪型変えたりとかしてて、麺とかもちょっとなんかね、コテで巻いたりとかしてて、ちょっとみんななんか雰囲気変えて、うん、俺はいつも立ってるやつをちょっとこういう風にして、そこからそうすけ、ちょっとこの髪型も要はレパートリーに入ったから、うん、そう。あれでも結構最後の方じゃない？そう、最後の方だよね、うん、色は？色もあの真剣者 VS ゴーオンジャーの時もすでにも黒髪だったんだよ、ね、お、真剣者、ここにありますよ、真剣者対ゴーオンジャー。うわ、懐かしい、はいはい、すごいね、真剣者対ゴーオンジャーね。そうそう、これ知ってる？俺のこのハイパーゴーオンレッド、かっこいいね。これコラボの限定のフォームなんだけど、うんうん、そう、あの他の戦隊のパワーを受け継いだコラボ戦隊って多分俺だけだと思うんだよね、うん、あ、そうなんだね、うん、みんなそれぞれ多分あの映画限定の例えばじゃあパワーアップとかあるかもしれないけど、うん、他の戦隊からの受け継いで、だってさ、そもそも武器が違うのにさ、うん、これにさ、恐竜ディスクってやつがはまって、それでハイパーゴーオンレッドになるんだよ。ハイパーゴーオンレッドなの、これで、台本とかには、うん、なんかハイパーゴーオンレッドいざ参るみたいな感じで確か書いてあったと思うんだけど、はい、で、変身の時に、うん、ハイパーゴーオンレッドチューンアップゴーオンってアフレコでアドリブで入れたら、うん、いけたから、うん、結構あの皆さんこれですね、あのゴーオンジャーまでの戦隊32期のゴーオンジャーまでの戦隊がアフレコなんですよ、うん、だから
あのこの人たちは皆さんマスクかぶってるのをいいことに言いたいこといっぱい言ってるんですよ。で私だけアフレコでも口の動きがあるから、はいはいはい、返信後のこの人たちと喋るのに私は帰らないのですよ。ずるいんですよ。いやでもね、ずるいのは今の戦隊も、うんまあ、一緒っちゃ一緒なんだ、うん、その俺たちがアフレコは、うん、俺たちが喋ってるやつすらもアフレコだったのが、うん、ゴーオンジャーマルだもんね、うん、で返信後はさどっちにしろ、ね、みんな声入れるからだからオールアフレコで、うん、俺たちは口があったら、うんオッケーだろみたいなちょっとそうあと背中向いてたら口映ってなければオッケーだろみたいなのが多かった。だから毎回リハと違うことやって怒られるみたいな。それはめちゃめちゃいや面白かったね。アフレコルームでもだって唯一月に1回アフレコルームで会う時とかもあったもんね。そう私がロケ行ってない時とかはヘルガイユ宮殿じゃん、うん、基本ナオさんは。でもナオさんってゴーオンジャと割と絡んでるからね人間体で。ああそう変装してこっちにさ、まあ、2,3 回さ、うん、いや来てるじゃん、うんねうん、あと、まあ、G3 プリンセスが多かったね。あそうそうそう、 もうこの時はね、うん、一応ちゃんと汚れシアとしてきてるもんね、うん、いやもうすごかったんだからみんなあのねゴーオンジャーのね一番最初ですよこれ、うん、僕たちスチールって言って一番最初撮る時があるんだけどやっぱりレッドだから結構人が集まるわけですよバーッつってみんなこうやってカシャカシャカシャッつって、うん、でその後ナオさんの撮影なんだけどナオさんの撮影俺の3倍くらい人がうわーってどっから来たのこの人たちみたいなどこから来たんこの人たちみたいなめっちゃもう後ろの方もなんかこうやって見るんですよなんか俺待って待って俺キャストで俺キャストであれなのになんかもうみんなちょっとどいてくださいどいてくださいみたいなことないよいや本当にそれで奈緒さんの撮影見るのにみんなこう背伸びしながら何が行われてるのかみたいないやあんまりちょっとその辺の記憶がないんだけどなすごかったんだからそうなんだ多分ねもう撮影所以外の人も絶対いたと思うもんあの人数がそうだってどこから来たみたいなそれまでどこにいたみたいな本当にありがたいですねそれはねまあまあちょっと長く生きてるだけの話ですよいやいやそんなことないよ、うん、そうですそうですそこで初めて及川奈緒のパワーを思い知らされるっていうそんなことはないですよ俺たちがそうそんなことないですよでもね奈緒さんの、うんうん、あのエピソードで自慢できることがあって何バルブをね頭に汚れ者のバルブこの部分を初めて回したのが僕なんですよそう、ね、でそう最後に回したのも古原くんそう最後に回したのも俺だから最初と最後俺が開けて閉めてるんですそうなんですそうちゃんと面白いよ ね, ねそうこれねなんかこの構造を私も最初着慣れてないからまだ分かってなくて、うん、でなんか初めてこの衣装で会った時に、うん、えこれどうなってんのってそうそうそう回るのって言ったら回るんですよねちゃんとね、うん、ね、うん、でだから汚したいんとかよりも俺が最初に回してるんですよく怒るとね蒸気が出るっていうね設定だったから吹き出すからねこの黄色いところから蒸気を怒ると吹き出すんですけど うん、それを止めるのがこのバルブなんですねで汚したいんとかがよくねまた頭こうやってくるくるくるってやってて、うん、でそれよりも俺は先に回してるからそうなんね別にカメラ映ってないところでねで最後ので本当の最終話で最終話かな一番最後のラストカット本当この衣装を、うんまあ、真剣じゃで再び着るんだけど、うんうん、あのその前のねそうそうゴーオンジャーの最後の終わり、ねうん、そ本当この衣装を縫う直前に最後の最後で、うん、もう一回最後回してって言ってね、うん、そう、うん、あれなんか嬉しかったな、うん、やっぱりね、ね、嬉しいそういうのやっぱり嬉しいなんかね、うん、なんかね、うん、思い出だねそれはね思い出もそれはもう一生自慢してるもんだって本当に、うん、っていうかなおさんこのちょっと食べてみてこれ、うん、食べたいのそれこのレオカンのさ、うん、作ったさ、うん、オムハヤシなんだけど、そうちょっと一回、ね、この感じ、トロトロ、上手ですね。本当？上手ですね。ちょっと食レポ教えてください。食レポいけるんじゃないですかこれ。いや食レポ。じゃあまずちょっとナオさんが思ったやつやってみてよ。で俺流のやつこの後やるから。難しいな。でもねレンが作ったら多分お肉入ってないと思うんだよね本当は。あ本当はね。うん、それじゃあ豪華になってる。これ豪華よ。だからアレンジってのはそういうことだと思う肉が入ったことがアレンジだと思うなるほどはいいただきますはい行ってください、うん、この辺から、うん、トロトロのところじゃあここ行きますはいうわ難しいこういうの教えて行ってらっしゃいませ食レポいただきますうんうんうんどうですか美味、うん、しいいやでも大事だよあのね一個習ったのう、うん、うんっていうのがいいんだってそうそう大事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 そう顔大事ですから顔なの、うん、じゃあやって顔大事じゃあちょっと俺もじゃあちょっとやっていいですか、うん、お願いします古原康久さんが、うん、
朝一で、うんね、NHK の朝一で何年やりました？もう10年くらいですね。長いですね。そう、じゃあちょっと僕がそこで培ったその食レポをちょっとお見せしたいと思います。すごいすごい、はい、ではいきます。まずですね、今からいただくのはこちらおかんのおむはやしなんですけれども、はい、見てください、この卵がめちゃめちゃトロトロしている、こちらをじゃあ今からいただきたいと思います。いいね、はい、これ見てたな、朝見てました。古原くんの頑張れって見てたな。うるさいよ、このあ、いいね、いいでしょ。そっか、スプーンに乗せて、はい、そのプルプル具合をまず見せるのね。 それではいただきたいと思います。いただきます。お、うん、うまっこれ。あ、これね、卵のトロトロとこのソースの辛みがやばいね、これめちゃめちゃいいで、子供も食べられる甘さですね、これはすごく、うん、で、僕たちのゴーンちゃんの時は肉入ってなかったんですよ。このビーフと卵も相性最高、もうめちゃめちゃうまい。レン、これを作ってくれ。美味しかったです、ありがとうございました。完璧。めっちゃうまい。ビーフ入ると違うね。うまい、美味しいね。肉入ってないんだから、ゴーンジャーはもう本当に。でも分かりやすかった。お子様も食べやすいように甘くなってるっていう。あ、美味しい、すごく、うん、のが分かりやすい。確かに、ありがとうございます。素晴らしい。 あとね、なんか俺が勝手に使ってる技言っていいかな、うん、言ってて、うん、なんかさ、うん、例えばこれこうやって持って、うん、で最初プルプルっていうのももちろんそうなんだけど、うん、食べるじゃん、うん、食べた後、うん、でこれをもう一回見ると、うん、より美味しく見える。なんかそうだね、うん、驚きの顔があったね。そう、なんか僕ね、これ自分の放送を見てなんか無意識にやってるのを見て、うん、あ、これなんか美味しそうに見えてる一つのポイントなんだと思ったの。そうそうそう、だから美味しい時はより意識するようにしてる、それ。やってみて、やってみて。うん、おー、いいじゃん。今、タラの白米だったけど。何も持ってないタラの白米だったけど。いいよ、いいよ。食べちゃった。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。